みなさんこんにちは春の宮前祭りを開催します4月29日祝日午前10時から午後5時三軒寺前広場などで春の宮前祭りを開催します主な会場と内容です宮の前通りでは地元商店街周辺自治会による模擬店などです 三元寺前広場は伊丹追松酒造株式会社による酒の有料シーンや販売模擬店などです稲野神社では頑張るママへご褒美フェスタそれと縁日屋台です金剛院ではお茶会を開催しますお問い合わせ先は宮の前商店会事務局072 七七零の零二三三までです。それでは今回の痛みだよりスタートです。耳が聞こえない人、老者にとって情報の獲得やコミュニケーション手段として重要な役割を担っている手話。 伊丹市では手話を言語として認め聞こえる人も聞こえない人もお互いに人格と個性を尊重する共生社会の実現に向けて去年平成30年4月に手話言語条例が施行されました。今回は伊丹市 設置手話通訳者の酒井さんにお越しいただきました。お願いします。よろ,ますよろしくお願いします。ええー、まずはですね、その去年施行された手話言語条例というのですが。どのような経緯で条例が作られたんでしょうか?。はい。はい。 手話という言葉は皆さん言葉としてはご存知なんですがな何かということを理解してない方がほとんどだと思いますですからあの手話をしている人を見られるとどうしてもあの敬遠されている方がほとんどなんじゃないかなと思っていますう、はい、そういう形で老舎が孤立してしまう地域や職場で孤立してしまうという問題があったんですね でもちろんあのいろいろな現場であの私たちが音声言語で話しているのと同様に、うん、手,話が手話で自由に会話ができる社会になればいいと思うんですがすぐにとはいきませんのであの聴覚障害に関してとか手話に関してご理解いただけたらと思う気持ちから条例を制定いたしましま、うんはあ、なるほど、はいでまあ、そこでなんかあのパンフレットみたいなのも作られたということそうですかこちらですト はい、主要は言語ですということですか。はいはい、はい、こちらのパンフレットが作られたということなんですね。はい,そはいまあ、その聞こえない人の、うん、まあ、理解を深める。 に当たってたんですけれども、まず聞こえない人が、まあどんなことで不便を感じているかっていうのをやっぱり知ることが大切かなっていうことなんですよね。ねはい、はい。じゃあその辺を具体的に、まあどんなことが今問題になっているのか教えていただけますか。はい。はい。とパンフレットにもあるんですが、うん、耳の聞こえない方っていうのは、はい、あの健常者と見分けがつきにくいんですね。はいはいはい。で補聴器をしていても、うん、あの 皆さん補聴器をしていると私たちと同じように聞こえると思われている方がたくさんいらっしゃるんですが、はいうん、そうではなくてあの、うん、音として認識はできるんですけど言葉としてあとあの待合室で呼ばれているのに気づかずに飛ばされてしまったりとか、うん、あとあ<ー>電車が遅れているの放送が聞こえなくって。 なんんで遅れててるんだろうっていうっい電車が来ないなって思っている方とか、うん、あと一番今最近多いのがレジですねあのコンビニとかスーパーのレジでポイントカードをお持ちですかとか、はあ、エコバッグをお持ちですかって言われる質問が分からなくってななお財布の中からお金をさあのさ探ってて、うん、パッて顔を見たら店員さんに嫌な顔をされてたとかそういうふうな問題があります。 なるるほど思い当たることたくさんです、ね、そうですすねねそうあとマスクをされている方今花粉症でいらっしゃると思うんですがマスクであの喋られても口の形を読むことができませんので声を聞こえないし何を話されているかわからないという問題も今大きな問題です。はあまあこうやって具体的に例を挙げていただくと本当多分もっともっと,もっとたくさん、ね、あるんです。でも確かに補聴器つけていらっしゃると聞こえてるかなと。 思ってましたね。はい、まあ、まあ、まだまだあるのかと思いますけど、まあ、まずはそれをま私たちが知ってですね相手の立場になってま考えてみるってことがまず一つかな、はい、ということになるんですね。はい。じゃあその聞こえない人が生活しやすいような取り組みも進められているっていうことなんですけど、その聞こえる人そして聞こえない人がコミュニケーションを、まあ 取ろうと思った時に、その便利だっていうのが、その手話になるわけですよね。そうですねはい、じゃあ、その手話を使いたい場合ですよね。まあ、私とかが使いたいと、どこで、こう、学ぶっていうんですか、はい、学んだらいいんでしょうか。はい、伊、は、丹、い、市では、入門講座と基礎講座を開催しておりまして。うん、はい、えっと。 アイアイセンターに、はい、とスワンホールで開催されています、うん、ですから今ちょうどあの募集の時期になってますのでアイアイセンターかスワンホールにお問い合わせいただくことになるかと思いますあと五人グループ以上の市民の方が集まったら講師派遣授業というのもしていますので、うん、ちょっと手話習いたいんだけど敷居が高いなっておっしゃる方はそういうところからぼちぼち始められて興味があったら入門講座に進むという 流れでもいいかなと思います。あと、あとサークルもありますので、伊丹市には五つ手話サークルがありますので。はい、そちらの方もご案内しています。なるほど、まあ講座とそしてサークルがあるんですね。はい、はい。まだ他にもそういう、もっともっと、なんか。なんか複雑なことをしたいなという場合も、何かあるんですかね。派遣、派遣がある。そうですね。すあの、それであの、私たちの事業の一つなんですけれども。うんはい 聞こえないいい方ががらっっししゃって、うん、あの一緒に勉強がしたいとか、うん、でもその内容を伝えるには手話ができないから伝えれないっておっしゃる方いらっしゃると思うんですねそういった場合は、うん、あの手話通訳の派遣授業というのをしていますので、うん、II センターの方に依頼をしていただいたら、うん、手話通訳の派遣というものができますので、はあはい、通訳者を介して勉強ができるということになります。うん いやでも知らなかったら本当に分からないことばかりですね,ですねじゃあまず学びたいなという方は講座に行けばいいんですね。ちょっとが高くてそうですねあと、うん、聴,聴力障害者の方と交流がしたいなっておっしゃる方はサークルの方にご案内しています。はいでも少し複雑になるとコミュニケーション取れたいなという場合は派遣を。そうです派遣 で通訳者を読んでください。あ,あ,あ、そのような手段があるってこともね、はい、今わかりましたですしね。はい。まああのまだまだいろいろなことがあのおあるんでしょうけれどもね。まあ最後にですね。はい。あのせっかく今日お越しいただいてますので、この番組のご覧の皆さんにもこう手話をこう体験、まあ私もなんですけどしてみたいなと思うんですけどいかがでしょうか。いいですか。少しあ、はい。はい。あのまあまずは簡単なところから。 はい、あの、教えて。挨拶から、いきたいと思います。はい、わかりました。はい、まず人差し指を。両手人差し指を立てて合わせてください。合わせました。はい、これは、人差し指が、人の顔になってます。で、人と人が会って。お辞儀をするので、挨拶という手話になります。はあ、なるほど。これはよくなんか見かける光景かな。そうです。はい。で、今から、グーチョキパーでお話しさせてもらいます。グーグー。耳の、耳のところから。 外してもらいます。はい、このグーは枕です。ああ、なるほど。はい。外すことで朝枕を外すという意味です。で、朝という手話になります。なるほど。で、朝という手話に挨拶を足してもらったらおはようになりますえ。こういうことなんですね。そうなんです。あ、なるほど。知るとすごくスタイリやすいような気がしまなるほど。グーはじゃあおはようになり、はい、おはようです。<ー>次こ,こんにちはですあ。なんだ。初期です チョは二つ指を合わせてもらってお顔の真ん中に合わせてもらいます<ん>これはお昼十二時時計の針が単身と長身が一緒になるのを表していますお昼ですお昼に挨拶挨拶でこんにちはですこんにちはですこんにちははいはいこれでおはようそしてこんにちはできましたじゃあ、はい、次こん,んこんばんはですよねはいパーです今度は両手でカーテンを 引く<お>素振りをします。これ両手ですると暗いという手話になります。お<ー>暗くなって<で>挨拶です。ですね、こんばんはです。こんばんは。はあじゃあちょっと一回グーチョキパーで言ってみます。まずじゃあおはようですよね。はい。グーで外して<で>挨拶。おはよう。はい。でチョキチョキですよね。これを真ん中に持ってきてこれをして挨拶。こんにちは。 でパーでパーでをグラッケしてこんこんはもうこれだけでもはいなんか少し手話、はい、<laughs> 本当にできたって感じなんですけれどもまだなんか他の手話もそうですね一番よく使うありがとうあはいはいっていうのをしたいと思います、うん、ありがとうはここからこういう手話でありがとうになります、うん、これはどういうこれはお相撲さんが検証をこう取るときにこう手刀を切るのをもして ありがとうという表します。はい、あ、いや、一番使うと思います。なるほどですね。本当にもう酒井さん、ありがとう。<laughs> ありがとうございました。<laughs> もう少しなんかね、これもコミュニケーションが。はい、そうですね。もしかして。はい ね、今ご覧になっている方もこれだけでもね少し理解していただけたんじゃないかな,、はい、なるほどまだまだまあ教えていただきたいんですけれども先ほどお話ししたような講座であったりサークルであったりというのもありますのでね、はい、ぜひ皆様もね、えー、と使ってみてまたそういう機会があったらねぜひ使っていってみたいなと思います。はいということで今回は伊丹市設置手話通訳者の酒井さんにお話を伺いいままししたたあありりががととううごござざいました。